高岡関の神社は、富山県高岡市にある神社。正式名は、高岡関の神社。単に、関の神社とも呼ばれ、別名、愛称は、高野宮。旧社格は、賢社。本殿が三棟あり、それぞれ以下の神を祀る。高岡関の神社は、江戸時代までは、下久屋神社、関の神社、高岡神社の三社で、合わせて、関の三社と呼ばれていた。 かひさや神社は、関の号上の関村にあった、式内商社であったとされる。ただし、かひさや神社の論者は、現在の秘密し神代にもあり、当社が、かひさやの変額を掲げようとしたところ、秘密のかひさや神社のうじこが押しかけて、その変額を使わせないようにしたという話が、伝わっている。関の神社は、1604年、 伊水宮三戸田村の熊野山光造寺より分霊して、熊野宮と称したのに始まる。高岡神社は、1610年、前田利長が高岡城を築城する際に、稲荷大臣を勘定して、城の神樹としたのに始まる。加賀藩主前田家の崇敬を受け、後に、前田利長の霊が合祀された。1806年、下久屋神社、関野神社、高岡神社が、 現在地に潜在し、同一の境内で祀られるようになった。明治に入り、かひさや神社は関の神社に合祀され、合社に列した。高岡神社は、剣社となった。1919年、関の神社に、高岡神社を合祀し、剣社高岡関の神社となった。5月1日の例祭は、高岡五車山祭と呼ばれ、五車山と呼ばれる七木の引山が、 高岡の市街地をめぐる。1960年6月9日、高岡御社さんが重要有形民族文化財に、1979年2月3日、高岡御車山祭りの御車山行事が重要無形民族文化財に指定されている。ありがとうございます。